おはようございます。今日は2月の14日ということで、チョコレートのお菓子を作っていきたいと思います。材料なんですけれども、ホットケーキミックスです。で、バターと生クリーム、植物性の生クリームになります。あと卵1個、はい。で、あとお砂糖は大さじ2杯ぐらいですかね。で、ですね、チョコレート、こちら湯煎をしております。で、普通のお好きなチョコレートで、今日はミルクチョコレートを2つ使って割って、こんな感じで湯煎をしました、してます。こんな感じですね、はい。で、これをですね、ボウルを、今からでも本当簡単なので手作りチョコ間に合いますので、ぜひお試しください。でですね、ここに、よいしょ、ちょっとバターも少し温めます。で、こちらをボウルの方に入れ替えます。で、ここで砂糖をグラムなんですけど、チョコレートの甘さで調整していただけるといいと思います。きれいにチョコレートをボウルに移します、はい。で、ここにですね、卵を入れます。卵1個入れてください、はい。で、これを混ぜていきます。こんな感じです、こんな感じです、はい。本当、私お菓子はほとんどレシピがなくてですね、これだけはできるという、毎年この時期になるとやるんですが、で、ですね、今日は失敗いらずのホットケーキミックスなんですが、米粉でも全然大丈夫です。私でもできますので、米粉はグルテンがないので、いくら雑にじゃないけど、こうやってクリクリクリって回しても粘り気は出ないので、とっても扱いやすい粉物になります。で、米粉でやると何だろう、サクサク感がまたちょっとね違ってくるんですよね。結構サクサクです。で、ここにですね、もうちょっとかな、湯煎したバターを少し、ちょっと、はい、バターを入れます。こんな感じです、はい。バニラエッセンスを忘れました。ここにですね、リキュールとかね、ラム酒とか入れるとすごく美味しくなります。風味がね加わります。で、ラム酒を結構このぐらいの瓶に入ってるので、ちょっと多いなとかって思ったら、レーズンバターでもいいと思います。結構美味しいです。結構美味しいとか合います。で、こんな感じでバターも混ぜ合わせてください、はい。こんな感じですね、
でここにですね、生クリームはこのホットケーキミックスの硬さでちょっと調整していただくといいと思います。なんかお砂糖いらなそうな感じだけどな、ちょっとだけお砂糖入れますかね。大さじ1杯、大さじ1杯ぐらいでいいかなと思います。でちょっともうちょっと甘さが欲しいなという時は後がけで蜂蜜とかねかけていただくといいと思います。もうちょいかな、ちょっと生クリームいくらか小さじ1杯ぐらいこんな感じで入れ足します。これでいい感じですね。はい、こんな感じにできました。で、これを焼いていくだけです。で、今日はバニラエッセンスを入れまして、すごいいい匂いする。はい、でこちらホットプレートで焼いていきます。よいしょ。でクッキングシートでこんな風に作ってですね、はい、でここに流し入れます。で、そこが結構強火だと焦げちゃうので、あんまり温度を上げないで、だいたい160度ぐらいですかね。あとフライパンでももちろんできますので、フライパンにで焼いても OK です。チョコレートはね、もちろん砂糖糖分が入ってるということで、脳の活性化というかにも栄養になりますので、なります。そしてカカオはね、血管を丈夫にしてくれますので、適度に取っていきたいと思います。結構濃厚です。バターもかなり入りましたので、でちょっとこれをで、これにくるみとかね入れてあげるとすごくいいと思います。もう下の方は焼けてきました。で、これで焼き上がるのを待つだけです。だいたいそうですね。今薄く伸ばしたので、5分ぐらいで出来上がると思うんですけれども、ちょっと一旦停止して再度焼き上がったところを見ていきたいと思います。はい、一旦ちょっと停止します。ですね、今140度のホットプレートでだいたいですね10分ぐらい焼いております。どんな感じでしょうか。おお、こんな感じで出来上がっております。
はい、これに本当あのくるみを入れるとね、とてもうん、香ばしいし美味しくなる。今日はこれからでも間に合うチョコレートの焼き菓子を作ってみました、はい、今日からまた1週間が始まりますね。しっかり背筋を伸ばしてですね、頑張っていきたいと思います。昨日ですね、たまたまお休みをいただいて玉すだれの滝を見に行ったんですが、すごい半分ぐらい凍ってましたかな、結構雄大な滝のなんかいい空気をいっぱい吸ってきましたので元気パワーいっぱいですではまた2月の15日にお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。